CX-8 は、マツダが製造、販売する、大型クロスオーバー SUV である。スカイアクティブテクノロジーとデザインテーマ、魂移動、送料部モーションを全面採用した、マツダの日本国内向けクロスオーバー SUV の最上位モデルとして開発された。北米を中心に販売されている CX-9 と2代目 CX-5 の プラットフォームを組み合わせた3列シートを採用したクロスオーバー SUV として投入された。3列目シートを補助席的に扱うことなく6人ないし7人がゆとりを持って乗車できるミニバンのような居住性を追求している。マツダはミニバンの車種については CX-8 の投入を機にプレマシー及びビアンテの販売を終了させており、 松田の代表取締役社長兼 CEO の子貝、正道も初代発表時に国内ミニバン市場は先細りしていると指摘した上で3列シート SUV でミニバンに代わる新たな市場を作り上げたいとの考えを示している。エンジンは発売当初 SHVPTS 型2.2リットル直列4気筒ディーゼルターボスカイアクティブ D2.2 のみを搭載した。 段付き X シェイプピストン、超高応答、マルチホールペエゾインジェクター、可変ジオメトリーターボチャージャーなどの新技術により、2代目 CX-5 に搭載された同形式エンジンと比較して、最高出力でプラス1 1ット、最大トルクでプラス 30Nm の 450Nm に向上させている。また、2018年10月には、 PYVPS 型2 5リットル直列4気筒自然吸気式スカイアクティブ G2.5 と PYVPTS 型2 5リットル直列4気筒ターボスカイアクティブ G2.5T の2種のガソリンエンジンを追加し計3種類から選択可能となったトランスミッションは6速 AT のスカイアクティブドライブのみが設定されるサスペンションは CX-9 のサスペンション基本構造をもとに減衰力などを専用に調整。リバウンドスプリングをフロントダンパーに採用し、コーナリング時の安定性を向上させている。テールランプは海外専売の2代目 CX-9 のものを流用。ただし、両者の全幅が異なるため、左右をつなぐアクセントメッキガーニッシュは CX-8 専用設計となっている。 二列目シートは左右分割のキャプテンシートとベンチシートを設定。XDL パッケージ専用のキャプテンシートには中央に充電用 USB、端子付けをまたコンソールボックスを装備している。加湿容量は三列目までの定員乗車時は239リットル。三列目シートを倒すと572リットルを確保。加湿のトライクボード下は三百七ミリメートルの 深さを備えたサブトランクもあり、様々な用途に対応可能。マツダの先進安全技術、i イアクティ e センスを標準装備また360度ビューモニター、アクティブボンネットの採用等により、自己リスク低減から衝突被害軽減まで、すべての領域において高い安全性能を追求している。2018年後半には、中国の長安マツダによる生産が開始され、 中国市場にも投入された。中国仕様の特徴としては、当時の日本仕様にはないサンルーフが設定されており、また、現地の道路状況を鑑み、スペアタイヤが装備されているため、全長が 55mm 長くなっている。松田が本拠地を置く広島県、及びに豊富工場が存在する山口県が、知事専用車として採用している。ありがとうございます。